気をつけ、敬礼、直れ。どうも、ザ・タボーズと申します。本日はサイドクエストより無料ゲーム、トイミュージアムをプレイしていきたいと思います。こちらのゲーム、どんなゲームかと言いますと、ゲームっていうよりかは体験に近い、ゲームアプリなんですけども、1970年代にですね、流行った、ゲームとかおもちゃ、アニメですね。そういったものを VR 上で、博物館形式で、堪能できるというものなんですけども、今回ですね、これ刺さる人には、かなり、心に刺さる内容なんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、最後までご覧になっていただけますと幸いでございます。いやー、本当に、あの頃は良かったなという気持ちになります。それでは早速プレイ画面の方をお見せしたいと思います。どうぞ。はい、ということでやっていきましょう。VR トイミュージアムということで、はい、1970年代に流行ったおもちゃとか、なんていうんですかね、アニメだったりゲームなんかをですね、この VR 上で巡れるっていうものなんですけども、ものすごく手が震えてんな。はい。ということでですね、ちょっと早速見ていきましょうか。はい。やっぱルービックキューブね。はい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 。これ触れんのかなあ、触れないのか。へー。はい。ちょっと年表があるんで、ちょっと見てみましょうか。はい。1970年代。ピンクパンサーね。ピンクパンサー。セサミストリート見たなぁ。はいはいはい。で、アダムスファミリー。トムとジェリー。はいはいはい。トムとジェリーからの、マペットからの、スターウォーズ。はぁ、はい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 。じゃあちょっと見ていきましょうか。はい。で、自分ちょっとさっき少しちょっといじってたんですけど、このフロアではですね、はい、70年代に流行ったアニメとか、なんていうんですかね、テレビなんかをですね、VR 上で再生できるっていうものなんですけども、ちょっとトム・ジェリー、これってあれどうなんだろう、著作権的に大丈夫なのかな、流しちゃって。パブリックなのかな、ちょっと押してみよう。すごいんですよ。VR 上でテレビが見れるっていうね。これすごいですよね。これちょっと気になる方はで、気になった方はですね、ぜひちょっと、ダウンロードして見ていただければと思うんですけども。はいはい。ここのピンクパンサーとか、ででででんってやつですよね。ちょっとだけ。すごいな。これ何これ、見たことある。ザ・マペット。はい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 。これ全部見れんだ。あれ？ It's the Muppet Show with our very special guest star, Mr. Steve Martin! すごいな。これセサミストリートね。はいはい。これクッキーモンスターのクッキーでしょ。あらららららって。セサミストリート見てたなぁ。やめとこう。懐かしい。すごい。すごいな。面白い。なかなかVR とこの、なんていうんですかね、ミュージアムって相性いいですね。これはアダムスファミリー。でれってれんって、違う、それ、ピンクバーゼン。なんだっけでれれれんってだっけあれちょっと待って。じゃんたんでれれれんでれれれん。へぇー。スターウォーズね。はいはいはい。うわ、怖いね。エピソード4ですね。はいはいはい。へぇー。なんかVR 上で見るってなんかシュールっすね。ちょっとここら辺はですね、気になった方はぜひちょっと見ていただければと思います。はい。ということで、はい、次の、このフロアは、70年代に流行ったゲームっていうか、おもちゃっていうのかな、遊びというか、はい。これツイスターだ。ツイスター。一回だけやったことあるな。へえ、この、ルーレットで回して、この、なんですかね。まあ、右手赤みたいな。なんかそんなやつですよね。これ触れはしないのかな。触れは。痛いって。テーブルぶつけちゃった。痛い痛い痛い。面白い。ん？これは？あ、ザ・ゲーム・オブ・ライフ。あ、人生ゲームだ。はい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 。あ、触れはしないんだ。触れはしないけど。あ、すごい。ちゃんと全部マス目書いてある。へー。あ、触れはしないけど。へー。ジョブサーチャー。へー、ペイデイ。お、すごいなぁ。これいいですね。なんか VR だとこういう風にこう、間近で見れるっていうか。へー、面白い。これなんだろう。マスターマインド。何がマスターマインドって。あ、これあれだ。スイッチでやった。ミニゲームがいっぱい入ってる。あ、色当てるやつだ。色を推理するやつだ。これすげえハマった。はい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 。あ、これもあれなんだ。マスターマインドって言うんだ。へえ。これもやったぞ、スイッチで。コネクト4。はいはいはい。これはあれかな？ 4 つ揃ったら、確か、勝ちってやつだよね。これは持てるんだ。すごい。あ、ちゃんと入れることができる。おー、すごいすごいすごい。面白い。ちょっと待って、ハマった。おー、はい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 。あ、全部触れないけど、一部は触れるんだ。はー、はい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 。面白い。じゃあちょっと次の部屋に行ってみましょう。はい、ということで、あ、レゴね。はいはいはい。あ、すごい。これ触れないか。へー、すごいね。こういいね。めっちゃこの間近で見れるっていうのは、すごい、いいぞ。いや、レゴね。レゴもやったなぁ。小学生の時とかめっちゃやって、こう踏むと痛いんすよね。そこっていう。で、次はこれなんだろう。プレイモビル。これ触れるんだ。へー、ちょっと待って、ちょっと待って、変なことになってる。はいはいはい。へー、なんかこれも、1970年代。プレイモビルトイズ、あ、そうですね。はいはいはい。こっちは何でしょう。なんだろうこれ。まあなんか組み立てる、あれなのかな、なんか、へー。なんかこう、組み立てる、あ、おもちゃなのかな？あ、こういう遊びもあるんだね。いや、これ面白いな。はいはい。で、次が、ここで最後かな？はい。あ、ここは、その70年代に流行った、まあ、ゲームというか、の代表作っていう、あれかな？はい、スペースインベーダーとかあるんすけど、はい。この、あ、ポングだったかな？はい。ね、テーブルテニスのゲームですよね。はい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 。いや、これがあれですよね。最初のゲームっていうか。これさすがに、いじれはしないか。あ、いじれはしないのか。でもちゃんとすごい動いてる。へー。あ、で、こっちが、筐体というか、プレイヤー、これいじれないかな。へー。あ、でもこれ、すごい。これ伝わるかな？このなんか、なんだろう、このガラスの部分の、なんだろうな、汚れっていうか、この曇り具合が、すごいリアルだな。なんかすごい、本当に実機を目の前にしてるみたい。面白い。楽しいな。あ、で、はい、スペースインベーダーですね。これが初期のポスターだったのかな。はい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 。おお、すごい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 。あ、これは、あれか、いじれないか。いや、遊びたいな。すごい、でも、めっちゃよくできてんな。すごいなぁ。面白い。でもこれ、ほんと VR ならではですよね。このミュージアムと VR ってすごい相性いいですよね。実際こういうミュージアム系博物館とか行ったら、この近くで見れないですもんね。人もいるし。すごい。あ、そしてこれすごい。かわいい。椅子が、ソファーが、あれですね、インベーダーっていうか。いや、いいね。いいな。ここいいな。ここサムネにしようかな。へー。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやー、本当にどれも懐かしいものばかりですよね。いや、本当に素晴らしい。まあ、ぜひですね、このトイミュージアム、サイドクエストでですね、無料で公開されておりますので、まあ、サイドクエスト導入されている方、まあ、気になってみた方はですね、ぜひダウンロードしていただければと思います。はい、ということで本日はこれにて動画を終了したいと思います。当チャンネルではですね、様々な VR ゲームの実況動画であったり、無料で遊べるお得な VR ゲームなんかを紹介しておりますので、ぜひですね、チャンネル登録&高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。